月面の日の当たる場所で水分子を検出とNASA。月面の太陽光が当たる場所で水の分子を初検出した、と米航空宇宙局、NASA、が発表した。南極や北極の日の当たらない場所では水の存在がすでに有力視されており、水が月面全体に存在する可能性があるという。大気のない月面で水が維持される仕組みの解明などが課題となったとしている。研究グループが NASA とドイツ航空宇宙センター、DLR、の成層圏赤外線天文台ソフィアによる2018年の試験観測結果を分析したところ、月の南半球の日が当たる場所にあるクラビウスクレーターから水分子を検出した。濃度は100から412 ppm、 1ppm は100万分の1と極めて微量。隕石などの衝突でできるガラスの中や土壌の粒子の隙間に閉じ込められた状態にあるとみられるという。NASA はこの結果は水がどう作られ、大気のない過酷な環境でどうして宇宙空間へと散逸していかないのかという新たな疑問を提示しているとしている。水がある原因として、水を含む隕石が衝突した可能性や、太陽から届いた水素が月面で鉱物に含まれる酸素と反応して水酸化ができ、さらに放射線により水に変換された可能性を挙げている。米アポロ計画により月面には水がないと一旦結論付けられた。ところが1990年代に入ると米探査機の観測で極地に氷のような物体や水素原子が見つかり、水がある可能性が浮上。2018年には米国の研究グループがインドの探査機に搭載した NASA の観測機器のデータを機に、極地の日が当たらない部分に水があると発表した。米国は24年にアポロ以来の有人月面着陸を果たし、日王などと探査や開発を行うアルテミス計画を推進。水を採掘して水素と酸素に分解すれば、ロケット燃料などとして使えると期待されている。ただ水の存在や量をめぐって研究者の見方が分かれており、人類が利用できるかどうかは未解明。探査や研究が重要視されている。ソフィアは大型ジェット旅客機ボーイング747SP に口径 2.5 メートルの反射望遠鏡を取り付けた空飛ぶ天文台。最高高度約14キロを飛行し、地上では大気に遮られてしまう宇宙からの赤外線を観測できる。研究グループは米ハワイ大学、ジョージア工科大学、NASA などで構成。成果は10月26日付の英天文、宇宙科学誌ネイチャー、アストロノミーに掲載された。同日付には別のグループにより、月の極地には太陽光が当たらず水を氷の状態で留める微小な地形コールド、トラップがこれまでの認識より多くあるとする論文も掲載された。サイエンスポータル記事より引用。先日、月面に水があるという報道もご紹介させていただきましたが、太陽光が当たっている場所でも水のような元素が存在している可能性があるという一般的な常識を覆すような大発見が NASA によって報告されましたね。この広大な宇宙で一番近い惑星の月でさえその全容は明らかにはなっていません。地球の起源と月の関わりや地球外生命体の存在の可能性を含めてこの調査の結果が気になりますね。水と太陽光があるというだけで生命の存在の可能性を肯定的に考えることも容易にできます。一方、産業革命以降人類は壊してきた地球環境の健全化をしないといけないのです。高島博士は地球の起死回生という大きな目標を掲げ、この状況にバイオ生物工学という分野で日々戦っておられます。地球環境を微生物と酵素、そして宇宙からのエントロピーで地球環境の調和を取り戻す研究をいたしております。皆様も COVID-19 の流行で微生物やウイルスがどれだけ脅威となるかをご理解できたと思います。しかしその逆もあるということです。微生物やウイルスが自然環境や生物内の環境を好循環に導くことも多く存在するのです。その最先端のバイオ工学がEMBC 複合発光技術です。本来共存し得なかった微生物の種族を共存、共生させることに成功し、他の微生物を攻撃するような悪性ウイルスや細菌、有毒性物質をも協調性を持ったものに生まれ変わらせていくという夢のような研究です。
微生物やウイルスという目に見えない世界の分野ですが、未だに解明されていない部分が多くあり、その全容は未知数です。我々エコロジーサービスは、現時点で最高とも言えるバイオ酵素水を、高島博士の元製造に成功いたしました。我々の携わる、EMBC 複合発酵という科学は組成回帰の科学という理念を原点に、自然に全ての生き物に、そして人類の繁栄にいい環境を作るというウィンウィンの関係を構築する、起死回生の科学なのです。この研究で生まれた起源酵素は、新バイオ技術で製造された酵素入りバイオ飲料です。もちろん土壌改善にも使用できますし、ゴミなどの無害化にも使えます。微生物と酵素の作用で体内の環境を改善させ、病気、ウイルスに強い健康的な生活を送れることも解明されています。起源酵素は、11種類の天然素材と霊峰富士の地下から湧き出たきめ細やかな湧き水で作られており、体に害をなす材料や添加物は一切使用しておりません。最後に、皆様にとってもお得なキャンペーンをお伝えできることになりました。昨年末より、全国販売を開始した記念として全商品 30% オフのスペシャルプライスにて、現在販売しております。よろしかったらこのお得な期間に、起源酵素をお試しください。よろしくお願いいたします。この起源酵素を、当社では販売しております。お問い合わせは、エコロジーサービス電話 092-407-3604 までよろしくお願いいたします。チャンネル概要欄にリンク貼り付けておりますので、ご興味のある方は、ホームページも覗いてみてくださいね。この動画にご興味があれば、チャンネル登録と高評価をつけていただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。